アバルト124スパイダーはマツダのロードスターをベースにしたマツダ製のアバルトブランド車だ。単なる OEM 供給車ではなく、専用のデザイン、エンジン、足回りなどが与えられ、ロードスターとは明確に異なる車になった。外観デザインはかつてのアバルトモデルからインスピレーションを得たものとされ、前後のデザインなどはロードスターと大きく異なっている。さらにボディ、各部やインテリアなど、いろいろな部分にサソリのマークが配置されるのも特徴だ。その数は内外装合わせて全部で13個にもなる。インテリアはホールド性に優れた赤黒ツートンのレカロ製本革シートがオプション装着され、専用のステアリングホイールや赤い文字盤のスピードメーターが採用されている。アバルト124スパイダーはマツダ製なので外国ブランド車ではあるが、右ウインカーの設定だ。この方が操作しやすいので大歓迎だが、ある意味で外車らしさをスポイルするのもまた確かである。搭載エンジンは 1.4 リットルの16バルブマルチエアインタークーラー付きターボで 125kW250nm の動力性能を発生する。ロードスターに搭載される 1.5 リットルエンジンの動力性能が 96kW150nm であることを考えると、走りのフィールには明確な違いがある。車両重量はロードスターよりもアバルト124スパイダーの方がざっと 100kg くらい重いが、重量増以上に動力性能の向上幅が大きいから、走りのフィールはよりスポーティなものになる。ちなみにアバルト124スパイダーは前後の車両重量が 610kg、520kg で合計 1130kg、ロードスター S パッケージは 550kg、480kg で合計 1030kg である。前後の重量配分はほとんど変わらない比率である。エンジンはターボ仕様ながら、最近のダウンサイジング直噴ターボと違って低速域から滑らかにトルクを発生するものではない。わずかにラグを感じさせた後で加速がついてくる感じだ。やや古典的とも言えるようなターボ感覚で懐かしさを感じさせられた。全体的なエンジンフィールはジェントルな印象があった。アバルトブランド車だったら最も荒々しい走りでも良いように思うが、意外によくしつけられたエンジンフィールだったので逆に驚かされた。スポーツモードを選ぶとアクセルワークに対するレスポンスが良くなって元気の良い走りが得られる。走りのフィールはよりアバルトらしいものになるので、ずっとスポーツモードで走りたいような気分になる。6速 MT のトランスミッションはとてもスムーズで、手首を返すような小さな操作でスポスポと入る。マニュアル操作が楽しいと思わせる車だ。足回りやステアリング、ブレーキなど、シャシー系についてもアバルト124スパイダーならではの仕様が設定されている。ビルシュタイン製のダンパーはロードスター RS 用のビルシュタインとは仕様が異なると見えて、コーナーでしっかり粘る感じに好感が持てた。ニュートラルで座りの良いステアリングフィールと合わせ、ワインディングでは気持ちよくコーナーを駆け抜けていくことができた。
コーナーでの走りが緩やかなロールを見せながらもとても安定した印象を与えるのはしっかりしたストラットタワーバーが装着されていることも大きいだろう。ブレンボ製のブレーキも効き味、踏み応えとも上々で、これもロードスターとは異なるアバルト124スパイダーならではの部分である。アバルト124スパイダーの価格はロードスターよりも70万円ほど高い390万円弱、6速 AT 車は400万円弱の設定だ。装備にはそれぞれに勝ち負けがあるが、エンジンと足回りの違いに加え、ブランド代を合わせて70万円なら納得ものだ。日本はアバルトブランド車の人気が非常に高い国なので、このアバルト124スパイダーも相当によく売れるものと思う。5つ星評価パッケージング、インテリア居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、松下博史、自動車評論家1951年、群馬県前橋市生まれ。自動車業界指揮者、車雑誌編集者を経てフリーランサーに、税金、保険、諸費用など、車とお金に関係する経済的な話に強いことで知られる。ほぼ毎日、ネット上に日記を執筆中。